こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、ベルベータというものを使いたいと思います。こちらはですね、海外の視聴者さんからいただきました。ありがとうございます。これはね、クラフトなんですよね。チーズ料理とかで有名なメーカーですよね。あれでよく私チーズマカロン作っとったんですけど、でね、箱にもね、チーズマカロンのレシピが書いてあるんですよ。なんで今日はこれを作りたいと思います。結構ね、ずっしり重たいです。907g あります。じゃあ作り方いきたいと思います。今日使うマカロニチーズのチーズはこちらです。ベルベータかな。で、箱を開けるとチーズが入ってます。塊です。バターみたいな感じで入ってますね。で、マカロニチーズグラタンの他にベーコンと野菜炒めも作ります。ベーコン今回は 1kg 使います。ベーコンは好きな大きさに切ります。で、まずはベーコンを炒めます。ベーコンにグラタンと野菜もこちらに入れます。ほぼベーコンの野菜炒めですね。マカロニを茹でます。で、ベルベータのチーズはキューブ状に切ります。結構力がいります。はい、こんな感じですね。で、キューブ状に切ったチーズと牛乳、黒胡椒、こちらは焦げないように注意しながら溶かします。チーズたっぷりで美味しそうですね。結構弱火で慎重に温めないと焦げちゃいそうですね。でも弱火だと溶けるのが遅いからつい強火でやりたくなっちゃいますね。美味しそう。チーズがトロトロですね。チーズが溶けたらマカロニを加えて和えます。バターを加えます。美味しそうです。仕上げにパセリをかけます。じゃん、完成です。めっちゃ美味しそうです。私さ、青い箱のクラフトのチーズマカロニしか食べたことなかったんですよね。だからこっちの方がなんか本格的なチーズを使っとる感じで、てか多分そうですよね、チーズ使っとんですもんね。めっちゃ美味しそうだなと思いました。今日はベーコンと野菜炒めとオニオンスープも 1kg 用意してます。これがだいたい 1.5kg で、2.5kg が 1.5kg だから、全部合わせて約 4kg ぐらいあると思います。いただきます。めっちゃ美味しそう。熱々で食べないとちょっともうすぐチーズ固まっちゃう感じですね。美味しそうです。思わず運が見返りましたね。チーズがね、超濃厚です。そして味も濃い。やっぱ今まで食べたマカロニチーズよりめちゃくちゃ美味しいです。で、ちょっと歯ごたえのあるマカロニにこの濃厚なチーズが絡んでたまんないですね。こちらのね、ベーコンが 1kg 入った野菜炒めも食べたいと思います。あー、ベーコン最高ですね。これをポンポンに混ぜ込んでもいいですね。脂身がたっぷりな感じで美味しいですね。ベーコン最高。野菜もね、ベーコンの脂と塩気が絡んで美味しいですね。美味しい。チーズマイライフですね。最高です、チーズ。ベーコンが厚切りでめっちゃ食べ応えがあります。チーズがね、濃厚でコクがあって、牛乳の味もしっかりしてとっても美味しいですね。私でもね、これね、蜂蜜だと思うんですよ。チーズと蜂蜜って合うじゃないですか。だからちょっと蜂蜜をかけてみようかな。いや、何でもかけてるわけじゃないんですよ。私もちゃんと選んでますからね。これは合いそうだなって思ったらかけてるんですからね。何にでも蜂蜜とかマヨネーズかけてるように見えますけどね。やっぱ美味しいですよ。蜂蜜かけるとちょっとおやつっぽくなりますね。私こっちの方が好きかもしれない。ほら、もうだって見た目が綺麗やもん。蜂蜜をね、かけるためにできた料理といっても過言ではないと思います。ちょっとそれはね、言い過ぎですね。蜂蜜、チーズ、そして黒胡椒がピリッと効いたのがすごいいいです。蜂蜜かけるチーズピザとかもこんな感じですよね。黒胡椒がちょっとかかっとってね。
外の野菜炒め白味がきつかったですね。ベーコンってもともと味がついてるから塩コショウいらなかったですね。私さ、調味料さ結構いっぱい入れるじゃないですか。でもあれってレシピの5倍とかの量をちゃんと測って入れてるんですよね。だから味的にはまあ普通なんですよ。量が多いからその分調味料も多くなっちゃうんですけど、でも今回の場合こんな量も多いのに味付けも濃いからだいぶ塩分量が多いと思いますね。私は死ぬかもしれないですね。はい、ちょっとね気をつけないとね。もうちょっと体のことを考えて塩分カットしていきたいと思います。今日のね失敗を胸に抱いてね。はい、味が濃いからご飯が食べたくなります。最後の一口いただきます。うん、完食です。ごちそうさまでした。このベルベーダのチーズで作ったマカロニチーズめっちゃおい、チーズマカロニ、マカロニチーズ、マカロニチーズ、マカロニ&チーズめっちゃ美味しかったです。やっぱね生のチーズで作るからチーズが超濃厚ですね。これって何なんだろう、チェダーチーズなのかな。レシピチーズプロ、はい、ちょっと何なのかよくわからないですけど、まあ、ベルベータです、これはね。ベルベータなんでしょう。なんやろ、これね、他にもね、作れたりするんかな、マカロニチーズ以外のものも。まあ、とにかくさ、やっぱりアメリカサイズかな、サイズが大きいですよね。日本ではなかなかないですよね。業務用スーパーとか行ったらありそうですけどね。海外の商品が食べられてとっても嬉しかったです。もう私はね、この海外の食べ物とか見るとね、もうサイズがでかいから、しますね。しかも味も私好みで濃いかったりするしね。送ってきてくださった視聴者さん、ありがとうございました。ベルベータとっても美味しいので、食べる機会があったらぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。